グラフィックデザイナーが20年やったんです。アピールっていうのはほとんどしてないわけ。僕にとっては非常に難しいっていうのか苦痛になるわけですよね。それにね、僕の作品をどっかで見たことがあった人がいろんな人を介してそれで、まあ、モマからお話が来たりするわけですよね。アメリカとかヨーロッパで一気に出てしまったので非常にポピュラーになってしまってるけども、はい、グラフィックは期間が短いんです。81年ぐらいに画家に転向するわけですよね。今で36、7年ぐらいかな。そうそうそう、うんでしょ。その何が楽しいかっていうと描いてる時が楽しくて出来上がったらもう興味ないわけ。展覧会に行ってしまってそれが評価されようが売れようが売れなくてそれは関係ない。でギャラリーの商売。ここにアンディ・ウォーホールのポートレートがあるけれどもアンディ・ウォーホールがテーマじゃないんですよ。僕のね少年時代をあのテーマなんですよ。戦争、その後終戦で、その後にマッカーサーがやってくる。そこで初めてアメリカ体験をする。子供の頃に経験した文化体験ね、そういう文化のを象徴したヒーローみたいな人がこの絵の中にポツンポツンとこう入るわけ。そこにアンディ・ウォーホルがいるっていうわけ。10代の間に自分の性格とか人格がそこで完成しちゃうんですよ、ほぼ。そこが僕にとってはパンドラの箱のようにここにある意味で全てが入ってるわけ。今僕よく若い人たちに言うんだけど、まあ本読んだり映画見たりいろいろ音楽聴くのもいいけども、はい、その人にねできれば会いなさい。1分でもいい、話しなくてもいい、うん、その瞬間にそこからその人の持ってる全人生あるいは創作の情報がどーっと自分の体の中に全部入っていく、うん、スペイン行っててダリの会いたいっていうで奥さんのガラとも会って4時間彼の家にいたわけよ。有名な芸術家とか文学者ほとんどの人たちと友達だから、うん、それは不思議だなと思う。仕事はね三島さんの本の想定とか歌舞伎の原作のポスターだとか、三島さんがレコードやったりするとそれのジャケットとか小説の挿絵とかたくさんやってました。三島さん亡くなるまでもうたった4年ぐらいしかなかったんだけどもその4年の間に集中的に三島さんに会うことになりましたよね。会った途端に三島さんが生きてる間に一冊も読んでない。だけど亡くなってからまた北条の海なんかの4部作を読んだり目の前の本人の方が小説より面白い、ね、そういう親友はあんまりいないね。今現在生きてる人よりももうすでに死んで向こうへ行っちゃった人の数の方が圧倒的に多いんですよ。本当に一緒に仕事をした人たちが全部三島さんもいないし黒沢さんもいなくなったし大島渚さんもいないしもうありとあらゆる人が寺山修司もいなくなっちゃった。みんないなくなっちゃった。だからそれちょっと寂しいですよ。もう今年83になるからさ今はもう年齢的にさもうドア開けたらそこがもう死の世界だからもうずっともう子供の頃からデビューのポスター首吊りのポスターあそこからずっと死がテーマです。死っていうのは一つの垣根を越えるだけでこっから先が本格的な人生が始まるわけです。この子が死んで4年経つんだけど、ずっと死んだ日から、これの猫の絵を描く。今の60点ぐらいかな。これ全部ね、100点描くわけ。時間が、僕に与えられた時間がないわ。残った時間を考えるとね、やっぱり1枚でも絵を描きたい。うん